ジスマイナス30は第二次世界大戦においてソビエト連邦が装甲トラクターをもとに急増した対戦車自走砲である。ジスマイナスに 57mm 対戦車砲第二次大戦前のソビエト陸軍の砲兵部隊は機構化を推進していたミハイル・トゥハチェフスキー原水以下多数が粛清されたこともあり自走砲の配備が遅れていた。いくつかの計画が立てられ、 試作車両が作られたものの、そのほとんどは中断されるか、わずかな生産数に終わっていた。ドイツ軍による侵攻を受けた、翌月の1941年7月1日、軍事工業人民委員部は 37mm 降車機関砲、57mm 対戦車砲、85mm 降車砲を搭載する各種の対空、対戦車自走砲を早急に開発することを命じた。 このうち5 7トルジスマイナスに追戦車砲を搭載するタイプを担当したのはゴーリキーの第57工場で非常に短期間のうちにジスマイナス30とジスマイナス31の2つの自走砲の試作車が完成した。前者は対戦車砲や野砲の牽引用走行トラクターであるコムソモーレッツに搭載した早期車用、後者は走行を増設した6輪のギャス。 トリプル A トラックに搭載した送輪車両であった。比較試験の結果、車体の大きいジスマイナス31が法の操作性や安定性で勝っていたが、湿地や不正地での機動性に劣るため、ジスマイナス30が採用されることとなった。そして第92工場に同年9月1日からの生産が命じられた。しかし、 ベースとなるコムソモーレッツの生産が行われていたのは、モスクワの第37工場だけだったが、この頃には T-60 軽戦車の生産ラインに切り替えられてしまっており、新たなトラクターの生産は不可能となっていた。このため部隊に配備されていた車両がかき集められ、砲を搭載し乗員の足場を増設する改造が行われ、 9月21日から10月15日までの101両の限定生産に終わった。そして生産中の9月末には軍への引き渡しが始まり、モスクワ防衛のために部隊配備された。ジスマイナス30はあくまで応急的な自走砲であり、小さすぎる車体に強力な砲を搭載したことにより、様々な問題が発生した。重心が高く、足回りが華車のため、 発砲時の反動による揺れがすぐには収まらず、次の狙いがつけられないので、発射速度が低かった。また、足場が狭く操作性や居住性に劣り、乗員を守る走行は小さすぎ、搭載弾薬や燃料は少なく、無線も装備しておらず、エンジンの出力も不足していた。しかし搭載したジスマイナスに追戦車砲そのものの、威力は大きく、当時配備されていた。 あらゆるドイツ軍戦車の走行を貫くことができた。モスクワ防衛のために噴戦したジスマイナス30であったが激戦の中傷を押し、翌年の夏までにはほぼ全滅している。生産数の少ないジスマイナス2に変えて、同じ砲がを用いた 76.2mm ジスマイナス3手段法に変更した方も計画されたが、ベースとなるコムソモーレッツの不足により中止となった。ありがとうございます。